どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はバージョン 2.5 で登場した秘書のガチャが終了間近となっていますので、今回はその総評をしていきたいと思います。秘書に関しては十分に強いアタッカーっていうのは間違いないかと思います。というか使っててあまり気になるところがないキャラとなっていますね。ですが追加攻撃という点もあり、単体特化という部分もあるため、引く必要性が本当にあるのか迷う人もいるのではないかと思います。そこで今回は改めて使用感や強み、モチーフの無から編成など幅広く紹介していきたいと思います。それでは早速解説していきたいと思います。それではまず秘書の使用感について話をしていきたいと思います。使用感としては主に3つですね。まず1つ目、攻撃回数で敵を圧倒できるメインアタッカーというところです。秘書はスキルの使用した後に即座に追加攻撃を1回行うというのがあります。味方の攻撃に合わせて追加攻撃をしたりすることも可能なので、攻撃をする頻度っていうのが多いんですよね。そのため追加攻撃編成で組めば秘書のターンで4回攻撃も可能となるため、手数で敵を圧倒しながら殲滅することが可能となっています。この点が他の順守よりも優れた点かなと思いますね。確かに追加攻撃でお互いで攻撃をしまくるってことはあったんですが、秘書はそれよりも攻撃頻度が多かったなと思ってます。続いて2つ目、良くも悪くも味方依存度の高いアタッカーというところです。秘書に関しては順守らしい攻撃頻度のキャラとなっていますが、味方の攻撃も重要となるため味方依存度が高いなと思っています。これは高難度をするほど感じる部分ですね。例えばですが、秘書に関しては単体特化の特徴があるため、複数体を相手にするときは拡散以上の追加攻撃持ちが必要となります。そういった調整が必要になるんですよね。逆を言えば味方さえ揃えば万能のアタッカーという部分はありますので、一長一短な部分かと思います。編成によって攻略の仕方が全然変わりますので、そういった点は強みでもあり弱みでもあるというところですね。その他に秘書を使っていて感じたところとしては必殺技ですね。必殺技による作陣地が高い攻撃が可能なため、高耐久のボスに対して強気で使えるのは非常にありがたいところでした。追加攻撃編成をしっかり組めれば必殺技の回転率もそれなりに高いので、今までの順守アタッカーと違ってとても扱いやすい部類なのかなと思います。必殺技の発動条件というところも相性がいいところかもしれないですね。それでは秘書の強みなどについて話していきたいと思います。強みとしては3つですね。まず1つ目、高回転率の必殺技というところです。秘書の必殺技の条件というのが飛行の獲得となっています。これを6層貯めることによって発動は可能となりますね。なので追加攻撃編成をしっかりと意識すれば意外と高頻度で発動ができることが可能です。これが追加攻撃依存ではなく攻撃回数依存だったのが嬉しいところでしたね。しかもこの必殺技に関してはストックを貯めることが可能となりますので、その場で使うのか一旦貯めるのか状況に合わせて選べるのも非常に使い勝手がいいポイントとなります。回転率に加えて使い勝手もいいっていうのは必殺技としてかなりいいものかなと思います。続いて2つ目は自己バフが豊富で強力というところです。秘書に関しては自身で火力を上げる要素っていうのが多くなってるんですよね。自身のスキルとか追加能力、その他の効果っていうところだけ見ると、追加攻撃の回心ダメがプラス 36% アップしたり、攻撃力がプラス 48% ですね。これはスキルの後とかになります。4ダメでプラス 60% アップとか、弱点撃破効率が 100% アップ。これは必殺技に限定されますが、このように色々と効果があります。追加能力などの解放によって得られるバフとなりますので、このあたりが非常に強いんですよね。なので、使い方によっては火力を十分上げることが可能となってます。さらに強くするのであれば、ここに異物のセット効果などを乗せれば、より火力も上げれることができますので、自己バフがとても強いのが、このキャラの売りとなっています。続いてポイント3つ目です。追加持ちなら相性がいいというところです。衣装に関しては、単体への破壊力が高いため、味方が追加攻撃持ちなら相性が良くなっています。とにかく攻撃回数が重要となるため、攻撃回数が多くなりがちな追加攻撃持ちがいいんですよね。どれくらい強いかっていうと、まあもちろん裏庭とかの攻略がいいんですが、順守が本来苦手な虚構女児であったりも、普通に満点クリアっていうことが可能だったりしますので、そういった点が非常に強くなってます。それくらい追加攻撃持ちのキャラと相性がいい部分っていうのがあるんですよね。衣装の強みとしては、単体特化の性能ではあるんですが、味方との連携を取りやすく協力しながら戦えるのが非常に魅力的なところとなります。本当に協力しながら戦ってるっていう感じはありますね。それでは続いて秘書の弱みについて話していきたいと思います。
いいところばかりではないということですね。弱みとしては3つです。まず1つ目、編成が高級になりがちっていうところですね。師匠自体は単体で十分強いっていうのがあるんですが、編成のことを考えると、ノビンやアベンジュリンなどは必要性を感じるっていうのがあります。そのため、高級になりがちな編成になるんですよね。いないならいないでどうにかできるところはあるんですが、いた方がより強く伝えるっていうのがあるためです。ただ、星4でカバーができる部分っていうのももちろんありますので、その点がまだ救いかなと思います。ただ、本当に強い編成を目指すのであれば、高級になるっていうのだけ覚えておいてください。続いて2つ目は、複数体は苦手な方っていうところです。衣装の攻撃頻度は確かに多いっていうのが魅力的なところですが、複数体の敵に対して対応しきれるかというと、そこまで高くない性能となっています。これに関しては、倒しきれる火力がないと時間がかかる原因となるからですね。なので、味方とのバランスが非常に大事なところとなります。ただ、飛翔の火力が十分あって敵を一発で殲滅できるとかっていうのであれば、複数体はそれなりに可能となりますが、現在の状況としては高耐久の敵が多くなってますので、それはかなり難しいかなと思います。高難度にチャレンジするほど、このあたりの苦手な部分っていうのは見えてくるのかなと思いますね。続いて3つ目、追加攻撃持ちが必須っていうところです。衣装に関しては攻撃回数に必殺技が依存しているため、とにかく回数が大事です。本当この回数が稼げないと必殺技の回転率は一気に落ちますね。なので回転率を上げるためにサブアタッカー用の追加攻撃持ちは育成することが必須となりますので、誰を育てるかによって影響が出てくることは考えておく必要があります。衣装の弱みについては効果力が売りではあるんですが、それを実現するには攻撃回数を満たす必要があるため、味方の追加攻撃に依存しやすいっていうのを覚えておいてください。まあ、強くもあり弱い部分でもあるっていうところですね。ちなみに追加攻撃のキャラについてはこちらを見てもらえるとわかりやすいかと思います。まあ、攻撃回数の増加を狙うなら7日の枠ですね。で、範囲攻撃をするのであればヘルタ枠。敵のターンを有効活用するのであればアベンチュリン。編成を強化して安定感を上げる要因としては、ロビンの枠っていうところになります。こちらのキャラをうまく組み合わせると扱いやすくなります。それでは続いて、高塩水、異物、ステータスガイドについて話していきたいと思います。まずは装備のおすすめですね。高塩水に関しては、巡視の日、天霊、聖界巡行、論剣の順となります。まあ、星5 2つがトップのところですね。で、優先度の選び方としては、会心率と会心ダメを最優先で選ぶのが重要となります。高塩水を選ぶ基準として会心率を取っていますが、これには理由があります。まず、飛翔に関しては自己バフが多くなってるんですよね。そのため、火力の安定のためにも、会心率か会心ダメを意識してあげたいところとなります。とにかく、どれだけステータスがアップしてても、会心が出ないとダメージは稼げないので、そのあたりがネックになるんですよね。また、異物で捨てが満たせるようであれば、論剣とかも十分強いところとなりますので、会心率のバランスで選ぶといいかと思います。可能ならモチーフを持たせて、相手の防御無視をうまく活用したいっていうのはもちろんあります。では続いて、異物とオーナメントです。こちらに関しては、優劣と王朝がベストですね。この2つを合わせるのが一番いいんです。で、理由としては、会心率と追加攻撃による火力アップが備わっているため、衣装の火力をさらに伸ばす点では最適と言えます。特に王朝のバフに関してですが、味方の追加攻撃に依存するような書き方がされてますが、これは自身の追加攻撃も適用されますので、その点も相性がいいんですよね。とにかく飛翔をガンガン動かしていれば、いつの間にかバフの恩恵をもらってるってことはありますので、とても使い勝手がいいものとなってます。それではステータス関連について話していきたいと思います。まずはメインですね。胴体は会心率、会心率が満たせるようであれば会心ダメージ。靴に関しては速度攻撃の順となります。このあたりは好みになるかと思います。弾に関しては風ダメです。縄に関しては攻撃パーセントとなります。サブステータスの優先度としては会心率、会心ダメ、速度攻撃となります。会心率を優先したい理由に関してですが、衣装の必殺技の時に会心が発生しないとダメージが思いっきり下がってしまうためです。より安定したダメージを出すために会心率を優先で上げたいというところになります。なるべく高い方がいいですね。それではエンドコンテンツをクリアした時のステータスについて話していきたいと思います。ちなみに0ラウンドクリアした時のステータスもこんな感じになります。 HP は3000以上ですね。できるだけ3000超えてた方がいいかなと思います。続いて攻撃力は2500以上です。2700とかあるとよりダメージは出やすくなるかと思います。で、次重要なのが会心ですね。85% 以上は欲しいところです。
0ラウンドクリアするのであれば90超えをしてた方がより安定はしたかなっていうところでした。会心ダメージに関しては130%以上です。これに関しては王朝であったりとかの恩恵を受けれますので130以上あるといいのかなっていうところになります。とにかくエンドコンテンツとか0ラウンドとか高い水準でクリアを目指すのであれば火力の安定が重要となりますので会心率は 80% 後半は欲しいところとなります。できれば90超えるといいかなというところですね。そこから配信ダメと攻撃をどんどん上げていくっていうのが理想のステータスの選び方になるのかなと思います。とにかく会心率が大事っていうところです。それではモチーフ公演水の必要性っていうところについても話していきたいと思います。結構強い公演水なんでね、狙ってる人も多かったのではないかと思います。まず性能のおさらいからです。我が行く巡視の道に関してはキャラの会心率が 15% アップするようになってます。装備キャラが追加攻撃を行うときに専用バフを1層獲得するというのも特徴ですね。しかもこれ2層獲得できます。で、こちら1層あるごとに装備キャラが与える必殺技ダメージが防御力を無視するようになっていますね。これが非常に強力です。しかも2層貯めることができれば最低でも 54% 獲得となるため結構強いんですよね。必殺技でほんと殲滅ができるようになるので衣装の火力を存分に振るうことが可能となります。それではこちらのモチーフ公演性を引いた場合の強みを見ていきたいと思います。まず強みとしてはステータスの確保と必殺技の強化ができるっていうところですね。衣装に関しては攻撃頻度が多いっていうのが特徴です。なので火力を安定させるなら会心率がとても重要なところとなります。それを公演性でカバーできるため厳選が楽になるんですよね。また必殺技発動によって防御力無視のバフが付与されますので2層で 54% までアップできるのはかなり魅力的な要素かと思います。正直この公演数はそこだけ決めた時に欲しいなと思いましたね。ちょっと軽く引くぐらい強かったのでこれは魅力的な公演数かなと思います。ではこんだけ強い公演数ですが必要性について話していきたいと思います。こちらに関して結論から言うとなくても十分な火力は出せるのでいらないっていうふうに考えています。ここは本当個人的な意見です。まず衣装に関してなんですが自身のバフ量が非常に多いんですよね。そもそも性能が高いっていうところがあるのでヘルタ公演戦でも十分な火力が出せるようになっています。また0ラウンドでクリアしたことを考えた時なんですが実はモチーフ公演戦なしでできています。なのでその達成とかもいろいろ考えるともともと強いキャラっていうところがありますので火力をまあ存分に上げたいとかもっとダメージを上げて楽したいとかっていうところがない限りは必要性は低いのかなと感じていますね。優先度はホタルとかと比べるとかなり低いなと思ってます。ただし公演水が強力すぎるのは間違いないっていうところありますので巡視星5の公演水が欲しいまたは獲得しておきたいなっていう方はおすすめできるかなと思います。最低1個は何か欲しいっていう方にとっては引く価値のある公演水なのかなと思いますね。依存が自分の必殺技だけなのでその点がめちゃくちゃいいのかなと思います。それでは続いて編成とキャラの注意点について話していきたいと思います。まずはおすすめの編成ですね。今回は編成について3つほど紹介しています。まず1つ目、秘書の理想追加攻撃編成です。こちらは秘書、アベンチュリン、ロビンとパースとなります。これに関しては全員がシナジーがある組み合わせとなっており、秘書を使うなら備えたい組み合わせになります。ロビンとアベンチュリンは絶対入れたいところとなりますが、トパーズに関してはやはり追加攻撃に対して依存した動きができるってことがありますので、味方全員対象になるのが強いところかなと思います。そういったところでは追加攻撃の頻度は本当多いなと思いますね。続いて2つ目、衣装の星4入り編成となります。まあ、星4とは言ってますが、サブアタッカー枠だけと思ってください。編成としては、衣装、ナノカ、ロビン、フゲンとなります。7日の部分はモゼでも大丈夫です。また、普遍の場所に関しては、ギャラガーでも代用可能です。まあ、こちらのポイントとしては、7日やモゼでしっかり飛行を貯めることが可能となりますので、意外と扱いやすい編成となります。こちらの編成で裏庭なども今回やってみてますが、2ラウンドでクリアっていうこともできましたので、普通に強い編成かなと思います。なんだかんだ7日強いですからね、そのあたり良かったなと思います。それでは3つ目、飛翔入りの虚構女児クリア編成となります。こちらオートでも満点が取れるような編成ですね。メンバーとしては秘書、ジェイド、ヘルタ、ホホとなります。ジェイドとヘルタがいるので十分満たせるかなと思いますが、秘書を入れることによってこの2人のマイナスな部分をプラスにできるという要素があります。意外とそういったところが相性がいいです。
それではポイントについてですが、全体攻撃と単体攻撃のバランスが取れているため、敵の数が多いほど戦いやすい編成となってます。例えばジェイドとヘルタで雑魚敵を処理しつつ、交代級に関しては飛翔が頑張って削るということができるためバランス良くなってるんですよね。そういったところができるため虚構ジョジョとの相性も良くなっています。それでは編成の紹介もできましたので、続いてはキャラの注意点について話していきたいと思います。まあ、よくあるのがナノカとトパーズについてですね。まあ、後半でトパーズが来ちゃうので、ナノカとどうなのかっていう話もしていきたいと思います。まずナノカに関してですが、十分強い性能だと思ってます。なんですが特徴っていうのがあります。まず追加攻撃の管理がシンプルで楽っていうところですね。この管理の仕方は本当楽でした。で、飛翔を師匠にすることで同じ属性の負荷ダメージも与えれるため、風弱点の相手なら強気に使えるっていうのがいいところです。しかもスキルに合わせて追加攻撃の発動もできるっていうのがありますので、飛行を集めと相性がいいのがポイントとなります。ただし7日の対象に関しては師匠に依存するところがありますので、チーム全体とシナジーがあるかって言われると難しいかなっていうところです。ではトパーズに関してです。トパーズに関しては味方全体の追加攻撃が多いほど強くなるっていうところが特徴ですね。トパーズに関しては追加攻撃に依存するっていうのがあります。まあ、トパーズというよりも株ですね。味方に追加攻撃が多いほど攻撃頻度が増えてくるようになっています。味方ではなく攻撃方法に依存するっていうのが特徴になりますので、デバフも付与できるため編成シナジーの恩恵がでかくなりやすいっていうのが特徴です。こういったところが7日とトパーズの違いになるのかなっていうところです。注意点の話をまとめていくと、まあ、飛翔と一緒に攻撃ができるため扱いやすさとしてはどちらも問題はないかなというのは正直なところです。特に裏庭のゼロラウンドを目指すってなった時なんですが、正直どちらを使ってもクリア自体は可能でしたね。それぐらい両方強力なキャラとなってます。ただし7日の方に関してはヒット回数が多い攻撃ができることと割り込みによる強化攻撃もあるため、扱いやすさはあるかなと思いました。単純に扱いやすさっていうところですね。ただし編成全体のシナジーっていうところではトパーズの方がよりハマっているところがありました。アベンチリーのカウンターとかそういったのに関しても追加攻撃の要素が混ざってますので、とてもシナジーを受けやすいっていうのがありましたね。なのでどちらがいいかって言われると、それぞれ特徴としてはいい部分がありますので、自分が扱いやすい方を入れる、あとはまあキャラの揃い具合に合わせるっていうのがベストなのかなと思います。それでは最後、バージョン 2.5 前半での飛翔最終評価をしていきたいと思います。今回は3つの項目で話をしていきたいと思います。まず1つ目、飛翔を一通り試してみてというところの感想ですね。こちらに関しては追加攻撃編成を引っ張るメインアタッカーになったなと思ってます。飛翔に関しては今までの純種キャラよりもより純種らしい殲滅力が高いアタッカーになっています。そのため追加攻撃キャラの中でもトップクラスの性能になっていると言えるんですよね。ほんとこのキャラがいるだけで安定感上がったように感じます。霊障とかもちろん強かったんですけど、それとは違った強さがあるんですよね。そもそもモチーフ公演性がなしの状態で数十万のダメージをポンポン出せるわけですからね。特に必殺技のこのダメージの出し方がえぐいところがありますので、本当に強いアタッカーの一人だなと思います。まあ、強さのところで分かりやすく言うと、高難度の裏庭、虚構女児、末日を普通にクリアできますので、そういったところでは使いやすさというか扱いやすいアタッカーかなと思います。では続いて2つ目です。ガチャについてです。ここからは個人の意見として聞いてください。まずガチャですが、星4との組み合わせで十分な性能を出せるので欲しいキャラとなってます。できれば引きたいキャラですね。衣装に関してはアベンチリンとロビンも合わせて欲しいっていうのはありますが、星4の7日やモゼの活用でも十分な性能を引き出せるため強い部類だと思ってます。このあたりは予備が初めて出た時に星4のヨムキャラを使っても十分性能が出したのと一緒なところがありますね。また現在流行りの弱点無視っていう部分がありますので、そういったところも抑えているので強いアタッカーかなと思います。しかも飛翔を持っていることによってパーツが揃えば揃うほど快適になるっていう部分があります。状況が整えばどんどん強くなっていくアタッカーではありますので、先に持っていてもいいのかなと思います。いつ復刻するか正直わかんないですからね。それでは3つ目です。個人の感想として話をしていきたいと思います。個人の感想としては、追加攻撃が整ってなくても欲しいアタッカーっていうところになりました。まあ、飛翔に関しては単体特化っていうのはありますが、純種7個をはじめ全体攻撃持ちのヘルタなど星4の追加攻撃持ちと相性が良くなっています。
特にヘルタに関しては敵の HP が半分以下になれば追加攻撃の発動ができますので、そこと相性がいいんですよね。ヒーラーもギャラガーを採用すれば回復も安定しますので、確保しときたいアタッカーの一人となります。メインアタッカーの一番いいところって星音をどれぐらい回せるかってとこなんですよね。まあそういったところで純粋な中の登場だったりモゼの登場である程度使い勝手がよく師匠を使うことができるので、師匠というアタッカーに関してはおすすめができるキャラなのかなと思ってます。久しぶりに使っててアタッカーの中では使いやすく、エンドコンテンツが楽しいキャラでしたからね。そういった点でもいいのかなと思います。まあ、追加攻撃の中では弱くなったとしても他の編成でもサブアタッカーとして使えそうな要素はありますので、全然いいのかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画をアップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。